どうも、コバです。トーキデン2やっていきたいと思います。よっしゃ、ちょっと待って、マイク OK。 まあ前の動画の概要欄にも言っていたように、現在改修工事中ね。まあ音とかが、一応マイクは単一指向性使ってるけども、まあ音はそれでも入るとは思うけれども、この前のあれが多分一番うるさい感じかな。まあ安いマイクにあるノイズ程度だったからなんとか良かったけど。じゃあやっていきますか。今回はあれですね、節分で、話しかけろということです。じゃあやっていきます。よし、
何か用か。どうした？
出迎えご苦労。私は霊山軍師クヨ、こたびのお頭戦議の見届け人だ。遠路大義であったクヨ殿。神垣の巫女かぐやである。我が名において歓迎しよう。ほう、巫女殿自らの出迎えか。これは気づかず失礼した。神垣の巫女のご健在をことほに申し上げる。軍師好き武官として2名の者の符を帯同している。2人にも挨拶させよう。相馬。百鬼隊三番隊隊長の相馬だ。よろしく頼もう、マホロバの者の符たちよ。百鬼隊の相馬だと。いつくさの英雄の。ああ、誰だそりゃ。最強と謳われる五人の打ち手の一人、紅月と同じ、いつくさの英雄よ。ふん、俺の有名は国中に轟いているらしい。相変わらずのようですね、相馬。ちょっと、そろそろ私もいいかしら。聞いて驚きなさい。私は歌方の初穂、世界を救った英雄の一人よ。誰だ。知らん。世間知らずなのね。今後は覚えておくといいわ。早速だが本題に入ろう。お頭に名乗りを上げたのは2名と聞いた。それは誰か。両名前へ。一人は八雲、我が腹心にしてこの絵舞台の隊長だ。お見知りおき願う供養殿。今一人は当夜侍舞台の隊長を務めている。邪魔はするな、望むのはそれだけだ。邪魔だと。私が機内をはばかって戸様を軽んじると思うか。機内も戸様もこの絵も侍もどちらも知ったことではない。誰が最もお頭にふさわしいかこの目で見極める。さて、私は疲れている。そろそろ宿舎に案内してもらおうか。これは失礼した。ヤクモ、供養殿と武官の方々を案内するのだ。はっ、かぐや様。ではこちらに供養殿。なんだ、私に用でも。お前はこんなところで何を。それにその姿は。覚えているか、この私を。そうか、10年ぶりだな。お前は横浜で鬼門に飲まれたはず。どうやってここまでたどり着いた。それにその姿、あれから10年経ったとは思えん。時間転移だと。横浜から直接この地に飛んだというのか。にわかには信じがたいが、ありえん話ではない。
似たようなものを知っている。別の時間に流された奉公者たち、因果なものだな。なぜかそうしたものとよく出会う。それで何か話があったのではなかったか。記憶喪失、何を今さら。それは元からだろう。いや違うのか。覚えているか、私と出会った時のことを。そういうことか。お前は忘れたことを忘れたらしい。10年前、私がお前と出会った時、お前はすでに記憶の大半を失っていた。二重の記憶喪失、いや二重で済むのかさえ怪しいな。私は幽谷をさまよっていたお前を拾い、もののふにして特務隊に参加させた。それ以前のことは何も知らぬ。多重かつ断片的な記憶の喪失、奇妙としか言いようがないが、あるいはそれは。供養殿、客人か。珍しいわね、供養に友達なんて。生まれてこの方、友などいたことはない。古い部下だ。横浜防衛戦を共に戦った。横浜大曲時の戦か。何それ、すごいの。横浜防衛戦、大曲時最初の迎撃戦だ。参加した部隊はほぼ壊滅だが、おかげで鬼の進撃は鈍った。モノノフ本体、つまり俺たちが防備を固める時間を稼げた。私は横浜の戦いに敗れた。いや勝ったと言うべきか。鬼の進撃は食い止められたのだからな。だが犠牲が大きすぎた。私は自分の配下をほとんど失ってしまった。今では命令を聞かぬ英雄と生意気な小娘を連れ回すしかない始末。ちょっと誰が小娘よ。それも仕方あるまい。誰しもなせることをなすのみ。無視なの。お前もここでそうしてきたのだろう。ならばこれからも続けろ、お前自身の戦いを。私はお頭戦技の準備がある。話はこの辺にしておこう。行くぞ相馬、発歩。お供しよう供養殿。俺は相馬だ、よろしく頼む。私は発歩、君は。覚えておこう。またね。多分あの二人のいる里に同じ名前のやつがいると思うよ。ちょっと今回は時間があんまりあれなんで、今回はこの辺で終わりたいと思います。すいませんね。いやでも供養と発歩、相馬と、極み、まあ、発歩は無印からいたんですけれども、まあ、極み、無印極みのね、方々と久しぶりに会えました。まあ、どうなるのかな、あの3人とこれから。また、まあ、発歩と相馬は任務に連れて行ったりできんのかな。まあそれはそれで非常に、嬉しいですね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。